なぜ、なぜ私を。これは一体。お前答えなかったの。お前を呼んだの。私はお前に呼ばれるのをずっと待っていた。私は全身全霊でお前の力になりたい。お前の声はなく、お前が封印されたことを知った。俺が必要な時にいなきゃ意味がねえんだよ。同志ではなかったのか。お前は俺にとってただの刀。うぬぼれるな。自らの残白刀を道具と呼び捨て、貴様に死神を語る資格な。銀箔風花の薄み、貴様朽木家のものだな。朽木白夜。なるほど。銀霊はもうくたばったのか。我が祖父の名を口にする資格はない。お前そいつと誇りをかけた戦いだ。村正の術にかかってないのか。だが、主よ。何があった。だが突然この胸に本能のままに振る舞えと。祖父銀霊から知っていたのだ。朽木家当主としての務め、歪んだ悪しき力を。白夜が諸侯を訪れたのは、だがやはり記録は存在せず。朽木家に連なるものだったとは。真に倒すべきは甲がただ一人。洗脳されたままを装ったのだ。容易には判明しなかった。村正のそばにいたのだ。なんでそこまでして。朽木家当主としての務めだからだ。貴様も俺を封印するつもりというわけか。これ以上生かしておくわけにはいかぬ。私が切る。私を使え。うん、貴様のような不安定な刀など使わずと。自分の残白刀何だと思ってんだ。残白刀など道具に過ぎん。ブラマさん、メノスまで体内に溜め込んでいたと。俺たちを裏切ったふりしてまで、ここは俺たちに任せて。兄様、行くぞ。一号。うん。ケツが天井。総括意。千本桜。何のつもりだ。武器なんて何でもいいってな。さすが当主を名乗るだけの。ならば軌道はどうだ。金剛幕総括意。ガキ烈行やくらい。ダンク。ほう、戯れに過ぎん。貴様の姿は捉えた。千本桜。当主、逃がさん。残白刀を支配する。俺のこの力から生まれたのを狂わせることができる。そんな生やさしいもんじゃねえ。貴様はもはやまともには戦う。銀霊や源流祭のようにこの技は使えなかった。貴様を斬るため。この状況でよくもそんなことを。させるか。何。ダンク。残白刀なしでは何もできねえガキが。俺の前では誰もがひれ伏す。俺が最強なんだよ。この時代の朽木家当主よ。何？自ら司会しただと。千本桜。
手足となって戦おう。満開千本桜影よし、この刃は必ず貴様を捕らえる。だが、それは俺も同じこと。死神と残白刀は二人で一人。何も分かっていないのは貴様らの方だ。力こそが秩序、新たな世界の王となるのだ。力の本質を見誤ったことだ。そして残白刀と通じ合う力だ。そんな力は俺には必要ない。ならば何も言うまい。朽木家当主としての務め、見立て以上だね。ラマサ、なぜ答えない。甲が力に支配された。やっと元の場所に戻ることができるというものだ。